冠とは地位や階級などを示すために頭に被る装飾品。世界的に君主や宗教指導者の地位を示すのに使われる。それ以外でどれだけの地位や階級のものまで冠をいただくかは文化圏によって異なる。月経館のように戦争やスポーツでの勝者に与えられる冠もある。もっぱら送信具としての用途しかない冠もある。リエンの肖像。 曲げにあった冠を被る東洋では儒教によって冠を被ることが文明化した風俗とされた。日本公明天皇の弁官中国明朝の定量から出土した弁官王子中国では髪を切らず、曲げを結い、そこに冠を被る習慣があった。前漢には儒教が国境となると冠を被ることが規定され、依頼官民族の習俗となった。 元や神などの非漢民族では、冠の習慣はなく、ことに清は、原発の習慣を、冠民族に強制し、大きな抵抗を招いた。中国文明が、他国に伝播すると共に冠を被る習俗は各地に広まった。皇帝が被る冠は、弁漢と呼ばれ、前と後ろに、ガラスや玉で作った管やビーズを通した飾り紐から、なるすだれがあるのが特徴である。 皇帝の冠には十二本、前後で二十四本のすだれがつくことになっていた。当、そう、民では冠は曲げにあったものとなり、装飾として絵がつくようになった。この習俗は、日本、朝鮮に、律令制などと共に伝来することになる。また、皇帝が着用した冠の一つに、非弁官があったが、清になって廃止された。ただし、 民から作法を受けた沖縄県の琉球国では、19世紀まで王冠として用いられた。項目霊感もある、程度参考になる。西欧ヨーロッパでは、冠は王権や強行権を誇持するための象徴であった。東欧西方教会と異なる文化伝統を有する東方教会の広がる地域では、冠の形状、用いられ方にも西欧との差が生じた。 正教会の主教の冠はミトラと呼ばれる。ありがとうございます。